皆さんこんにちは、奈良です。本日は埼玉県飯能市にあります武蔵ヶ丘ゴルフコースのラウンド動画になります。ここのゴルフ場は三菱電機レディースの会場で、トーナメントのことやコースの紹介ができればと思いますので、最後までご視聴していただけると嬉しいです。おはようございます、奈良です。今日キャディを務めていただく横山さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。1番のパー5ですね。ここはどういうホールになりますか？こちらがですね、右ドッグのロングになりまして、はい、右側がワンペナで左 OB になってますね、うん、はい、で狙い目としてはセンターやや右側が狙い目になります。センター右側、はい、はい、分かりました。ありがとうございます、はい、お願いします。じゃあ狙い目センター右側ってことだったので、まずこれちょうど白黒の右あたりを狙えば一番ベストです、はいはい、白黒の右あたりを狙って打っていきます。よろしくお願いします。お願いします。うん、よいしょ。ありがとうございます。大丈夫そうですか？大丈夫、はい、OK です。ありがとうございます。お願いします。ちょっとパー5では短めな感じ。短めですね。はい。レギュラースティックだと470なんで、少し短いですかね、はい。短い感じ。はい。はい、天気に恵まれましたね。そうですね。今日ももうすっごい綺麗な青空が広がって良かったです。ラウンド日和です、ね。今日キャディさん、はい、グリーンは高麗で使ってますね。今日からね、高麗なんですよね。今日からなんですね。そうなんですよ。昨日までベント使ってて、はいはいはい、今日から、まあ、10月の大体頭ぐらいまで高麗使って。はい。はい、でその後はトーナメントにベントを使うような感じですね。あ、なるほど、はい、じゃあもうトーナメントにベントを調整してっていう感じなんですね。仕上げるような感じですかね。あ、なるほど、そうなんですね、はい、高麗は結構やっぱりしっかり打たないとダメな感じですか？そうですね、7.5 フィートだし、はい、そう今日からなんで結構目も立ってると思うんで。あ、じゃあしっかり目に打ってた方が。結構しっかり、はい、打ってっていただいて。わかりました、ありがとうございます、はい、ここはもうずっと左右OB が広がってるような感じになります。ここだと右側がワンペナで、ペナ、はいはい、左側ずっと OB っていう感じですね。 OB、はい、はい、分かります、はい、トーナメントの時ってここは刻む人も2を狙う人もいる感じですか？2を狙っています。ここね、トーナメントの時は今のティーグランドじゃなくて一番バックでやるんで、そうすると飛ぶ方でこの辺りまで飛んで、もうちょっと230ヤードぐらいとかだと、うん、もうちょっと手前なので、それそうすると2打目飛ぶ方だったら狙える方もいるぐらい、うん、ね、あ、はい、そうなんですね。ちょっとグリーン手前のバンカー気になるので、グリーン左のフェアウェイを狙って5番ウッドで打っていきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。じゃあ56度で打っていきます。おー、惜しい。ナイスです。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。うん、ナイスです。ナイスバーディーです。ありがとうございます。お願いします。はい、お願いします。ちょっとこのコースってグリーン面が上がってるようなところが多くなってます。そうですね、砲台がほとんどで、砲台多いですよね、うん、砲台が特徴的な感じですかね、うん、じゃあ結構アプローチ寄せるのをしっかりやんないとっていう感じですか？結構そうですね、うん、なんで結構こう行ったり来たりが多くなっちゃうんで、一般の、そうですね、お客様とかだと結構そういうのがあったりして結構難しいですね。難しい感じ、うん、って言われますね。ナイスバーディーです、はい、はい、ありがとうございます。よかったです、いい出だし、うん、いや本当にあわよくば入ってくれと思ったんですけど、いい出だしでした。よかったです。ちょっと距離も短いので、距離出る方だったら全然バーディーも今見て狙えると思いますね、はい、ここ
2番のパー4ですね。ここどういうホールですか？こちらは打ち上げのミドルになりまして、はい、両サイド OB はあるんですけども、はい、一応狙い目はセンターよりやや左側に。センターより左目、はい、はい。じゃあまあ白黒ポール方向が一番いいんですけども、はい、ちょっと左、少し左の方がいいですかね。わかりました。ありがとうございます、はい。じゃあちょうど正面グリーン方向に白黒ポール立ってるので、その辺りを狙って打っていきます。よいしょ、ありがとうございます。いいですか？はい、ありがとうございます。狙い通りな感じですね。いいですね、はい、ありがとうございます。結構なんか右に打ちそうな感じしますけど、全然左でも大丈夫なんですね。あの方が、そうですね、逆に今の高麗だったら別に右でも問題ないんですけど、はいはいはい、ベントってなると、はい、やっぱりちょっと右狙っていっちゃうと結構ラフもふかふかしてますし、 そうなんですね、あとそうバンカー越えにもなっちゃうから、まあ、できればちょっと左の方が、の方がいいですね。そうなんですね、わかりました、はい。白黒ポール抜きます？あ、大丈夫です、はい、はい、ありがとうございます。ここ打ち上げは少し見た方がいい、ね、そうですね、高麗の時だとここだと、そうです、5ヤードぐらいの感じで、はい、はい、ピンまで打ち上げ入れて110なのでピッチングで打っていきます。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、お願いします。左狙いって言ってもちょっとやっぱり OB は近くなる感じ。まあ少しですね、うん、少しある感じなんですけど。はい、一般の方だと意外とこのね、左のこっちの傾斜に意外と当たって戻ってくるっていうパターンが結構あって、はいはいはい、なるほど、じゃあ結構安全ちゃう、意外とそうですね、本当に結構すごい距離出ちゃう方だとちょっとこっち直で行っちゃうんですけど、そうじゃなければ結構こっちで、じゃあもう気にせず、うん、少し左に、そうですね、少し気持ち左の方が、はい、そうなんですね、わかりました、はい、はい、ありがとうございます。上りで少しフック入りますね、はい、右縁くらい狙っていってきます、うん、そうですね、おー、ナイス、ありがとうございます。ナイスバーディーです、ありがとうございます。よし、はい、こうです。ちょっとしっかりめに打った方がやっぱりいい感じはありますね。そうですね、ここは、うん、ここはちょっと上から少し目が来てるからちょっと逆目になるので、はいはいはい、やっぱりさらにしっかりって感じ、しっかりそうですね、はい、すごいですね、ありがとうございます、ね、すごい連続バーディー、そうですね、なんかあれですね、ナナーズスマイルが朝から出て良かったです、そうなんです、良かった良かった、調子いい感じで頑張りたいと思います。ピースしてくる、3番のパー4ですね。ここどういうホールになりますか？はい、ここは打ち下ろしのミドルになりまして、はいはい、両サイド OB がありますね、はい、ただ左の OB が結構ね浅いので、ちょっと左側気をつけていただいて、はい、少し右目の方が安全になりますね、はい、分かりました、はい、じゃあのポールぐらい狙いで、そうですね、ポール狙いで、はい、じゃあ左側は結構危ないっていうことだったので、正面のバンカー方向のポールを狙って打っていきます。しょ、はい、ありがとうございます。はい、お願いします。はい、お願いします。結構女子プロの時、はい、イベントグリーンもここ見えないんですけど、はいはいはい、ティーグラウンドがここフルバックになりまして、はい、でこっちの左側、あっちですね。はい、うん、女子プロ用に作ったんですけど、あ、そうなんですね。そうなんですよ、うん、へー、そこからとも狙えないからもうまっすぐ皆さん、ああそうですよね、うん。ちょっと右でもいいかぐらいの感じで、うん、ですね、うん、そうですね、はい。やっぱ左は木がやっぱり気になりますもんね。そうなんですよ、はい。ピン奥なんですけど、グリーンの奥がね、すぐ OB があるので、結構奥行きやすくなってますね。ちょっと奥気をつけてください。わかりました。ありがとうございます。ピンまで103ヤードなんですけど、奥はちょっと危ないみたいなので、少し手前の気持ちで
アプローチで打ってきます。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。ちょっと登ってる感じ。登りそうですね。うん、ありまして、はい、逆目とかってわけじゃないんですけど、はい、ちょっと登りはありますね。はい、はい、ちょっと手前のマウンドとかでスライスしっかり入る感じ。ちょっとそうです。はい、入ります。はい、ですです。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。今3ホール終わってみて、やっぱりドライバーの狙い目がかなり大事だなと思うので、そこをしっかり4ホール目以降もやっていこうかなと思います。